皆さんおはようございます。持田和子男役現役アイドル A の30歳アラハナマヨです。昨日は結構夜中までね配信をしたりね、布団に入ってもなんかちょっとワクワクして寝られなくって夜中に寝ましたけれども、今は朝の9時です。なんとか起きて着替えることができました。それで今からねお楽しみホテルの朝食バイキングに行ってきます。ホテル泊まった人は朝食がついてなくてもこういう券がもらえました。本来だったら2100円のところ朝食ご用体験ということでね、朝食バイキングが1800円で食べられるそうです。それでは早速行ってきます。めちゃくちゃお腹いっぱいです。なんかメニューがね、朝ごはんなのにバーニャカウダーがあったりとか、シチューみたいなのがすごい美味しかったなって思いました。やっぱりホテルの朝食バイキングはいいお値段するだけあってめちゃくちゃ美味しいです。ぜひ皆さんもね、宝塚ホテル泊まった際には朝食バイキングも一緒にいかがでしょうか。ということで、ちょびっと二度寝してからメイクをしてチェックアウトしたいと思います。はーい。ということで、忘れ物チェックをしたりメイクをしたりゴミをまとめたりいろいろして、よし、忘れ物なし、チェックアウトします。楽しい時間でございました。
ケー。あ、そうそう、なんかね、新聞が入ってましたよ。読めなかったけど。ということで、楽しい宝塚ホテルでした。次は洋室に泊まれたら泊まるけど、泊まれなかったら新宝塚ホテルというか移転した先の宝塚ホテルに泊まりたいと思います。